はい。偉人の試練。えー、生属性の敵を倒すのと、えー、パラディン。えー、緑、青と来たんで、えー、次は赤でチームを組みました。方片ワーフが育っていないです。えー、パラディンが、えー、ハートの女王です。相手は、えー、まずビビカが前衛で、 7足アタッカーが揃っていてでもってナタリアがコスチューム側はいでは行きましょうかはい行きまーすまずはビビカで盤面整理をして赤を集めたいですホーヘンワーフは えー、一撃でも食らうと、もう倒れるなぁと。だから、なんとかこの、マナソクアタッカーたちを刺激しないように、えー、盤面に赤を詰めたいです。もうちょい赤が欲しい。 では、青ダイヤ行こうと思ったんですけれど、ひどいかな。ありか。青ダイヤ行きましょうか。ありですね。エミディオを使って、とりあえずマグニにマナが溜まっている。 ガーネット使うだけ使っておくかはい使うだけ使っておきましょう紫ダイヤは使わないですここ行きましょうかこれでサルタナがどこに来るどこに来る えー、赤消して、マナ貯めて。エリザベスを使って、相手のディアーナに対して、方変ワーフを使い、やった使えた嬉しい。この状況で、紫ダイヤはやりすぎか。 青竜を作るか、紫ダイヤを使うか、青竜作りましょうか。えもう一回、リアーナにマナを貯めさせるのは難しいなと考えています。えここ行きましょうか。ナタリアが、 えー、炎ダメージは今切れている残念、えー、エミリオを使ってもう1でガーネット使っておいて相手のビビカを倒しきることを目指して、えー、サルタナに対してハートのジを当ててあかんかあかんか 今、ビビカに回復されるのは嫌。ビビカを避けてプレイしたい。いいとこを見つけらんない。しゃあない。ここ行きましょうか。ビビカが、あと30。ビビカに球を当てたくないのに、当てたくないのに、 もう一層一層のことを言っちゃいましょうかビビカに回復された、えー、まだあの方変ワーフ育ってないんで、えー、このフィエンドが外れても威力低いですね えー、では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 、えー、なんとか、なんとか、こっから、勝つ方法は、あるでしょう。エミリを使って、えー、雲を貼り付けれ。マグニに対して、では、方変ワーフ。あはい。では、方変ワーフ使って、 で持って、えー、マグニに弾、えー、を当てていきます。残り5分。はい。もっ、えー、かいマグニにマナを貯めさせられるかな無理かなもっかいマグニにマナを貯めさせられるかな無理かな このマインドレスアタックが終わったときに、えー、マグニーのマナーが空っぽだといいのにな。はい。それでは、えー、ここ行きましょうか。おおでも、もう、もう、もう勝ちですね。もう勝ちですね。 よかったよかった。よかったよかった。えー、へんワーフが、やはりスキルとして優秀で、えー、大活躍動画撮れてよかったです。はい、ありがとうございました。えー、これで、えー、本日の偉人の試練、えー、完了です。はい、ありがとうございました。